はい、今9月29日の夜の8時49分です、まあ、先ほどちょっと動画を撮り終わりまして、で飯を食いましたというところなんですね。ということで亀くんたちがもう飯を食いにスタンバイしているという感じです。さっき2匹とも上がってきましたね。とりあえず飯をあげていきたいと思います。ではちょっとエビをあげます。ちょっと君たちちょっとどいてくれ。あげました。それと、まあ、こちらの粒もあげたいと思います。そして、金魚くんたちにも餌をあげていきます。はい、餌をあげました。そしてですね、ちょっと今日ご紹介したいというか、こちらのバクテリア層ですね、この前ちょっと蓋を開けて、で、中身ですね、まあ、このこちらのゼオライトのこれが中に入ってたんですよね。でこれを匂ったらちょっとなんか匂いが微妙だったんですよね。だから多分このゼオライトにちゃんとバクテリアがついてないなと思いました。で原因がですね、ちょっと水があんまり揺れたりするような感じでもなくですね、こうちょっとよどんでたかなという感じがしました。なのでエアをかなり増やしてですね、でバクテリア層に酸素をたくさん供給するということを今やっております。でそれをしだして3日ぐらい経ちましたので、少し状況が変わってきたかなという感じですね。やっぱりバクテリアには酸素がとにかくたくさん必要なので、このバクテリア層の酸素がちょっと少なすぎたかなと思って、今酸素をかなり与えているところですね。はい、ということでカメ君たち一生懸命餌を食べてます。なんか仲良く食べてるんですけど、ちょっと足が落ちそうになってますね。まあちょっと餌を食べる時だけはちょっと険悪になったり、なんかこう足で邪魔そうにこう弾いたりというか、そういうことをやってる時もありますけど、まあ、基本的には仲良くやってるんじゃないかなという感じですね。はい、ということで以上にします。はい、今9月29日時刻10時の19分ですね、夜です。はい、ちょっと降りてきて、カメラを回しました。ここにカメちゃんがゆっくりしていて、カメくんさっき泳いでたんですけど、餌をくれると勘違いしているようですね。餌はもうあげませんよということです。はい、そしてダルマリュウキンの方もですね、水もすごくきれいで、で、魚たちもすごく元気に泳いでいます。水温が今見たら23度ぐらいですね、まあ、そこまで低くはないんですけど、やっぱりこっちと比べるとちょっと低いなという感じですね。こっちは多分26度あると思われます。そしてこちらの金魚たちも元気という感じですね。やっぱりこの投げ込み式のやつは本当にすごいいいんですけど、底の部分に糞をたくさん集めてくれるんで非常にいいですね。でこっちのコメットたちも元気ですと、水泡岩も元気です。はい、ということで今日は木曜日の夜です。明日金曜日なんで、明日一日仕事を頑張って、そして、また土日という感じですね。もうとにかく土日になるのが楽しみで、今やっている感じですね。いや、カメくんたちもカメちゃんもカメくんも本当可愛いですね。もうカメくんも甲羅の模様がですね、すごくかっこいいんですよね。いやー、これは本当カメくんたちは本当に可愛いなと思いますね。まあ、金魚たちもですね、可愛いなと思います。でもやっぱり亀の方が可愛いかな。はい、そんな感じです。はい、ではでは、また翌日お会いいたしましょう。おはようございます。今日は9月30日の朝6時57分ですね。
今日は金曜日なので、1日仕事をして明日から休み2日間というところですね。こちらの方にカメ君とカメちゃんの姿が見えないんですけど、レンガの中に隠れているのを確認しました。そして、こちらのダルマリューティンの方の水槽の水温がですね、21度まで下がっていますね。ちょっとこう手で触って冷たいなと思うぐらいですね、少し冷たいぐらいで、まあ、金魚君たちも元気という感じですね。はい、ということで一日頑張っていきたいと思います。はい、ただいま、6時48分49分になりました。9月30日金曜日の夜ですね。もうすっかり真っ黒になりまして、秋もまあ深まってきつつあるんですけど、まだ結構あったかいというか暑いというか、坂道を登って帰るとちょっときついかなという、暑いなというそういう感じの日和ですね。亀くんと亀ちゃん両方ともいましたが、どっか行ってしまいましたね。多分この下にいるのかなと思います。で、金魚の方も元気ですね。こちらもコメットとかも元気ですよと。で、ダルマリュウキンの方も元気になっておりますよという感じですね。ちょっと今若干懸念点というか気になる点がありまして、まあ、ちょっと水質がですね、カメの方の大きい方のですね、水の水質がちょっとこう水面とか水の色とか、まあ、透明度とかはしっかりちゃんとできているんですけど、ちょっとこちらのろ過層の方にちょっと水流に難ありというか、水がよどんでるんじゃないかなという疑惑がちょっとありまして、で、まあ、ちょっと明日あたりそのあたりチェックしようかなと今懸念している感じですね。亀ちゃんを発見しました。はい、ということで、今からちょっと飯を食ってスタジオに行きますので、準備していこうかなと思っているところですね。はい、今スタジオから帰ってきたばっかりです。で、電気をつけたらこんな感じでベラーっとなんかこうへばりついて、2匹とも寝ていますね。カメ君とカメちゃんでした。いやー、かわいいですね。はい、ということで金魚たちは元気です。で、コメットたちも元気、水砲丸も元気、そして仮面ライダーを置きました。はい、そしてダルマリュウキンも元気ですね。ダルマリュウキンの方やっぱり水の濁るスピードがかなり遅くなっているような気はしています。まあ、水はそんな濁ってはいないんでしょうけど、とりあえずはですね、順調という感じですね。で、こちらのオートロ船の方の温度は多分26度前後、そしてダルマリュウキンの方の水温は24度ですね、24度になっています。だからまあそんなに冷たくはなってないのかなというところですね。はい、ということで金曜の夜なので、というか、まあ、金魚くんたちにまだ餌あげてないんですよね。で、カメちゃんも起きてきましたので一応餌をあげてから終わりにしようかなと、まあ寝ようかなという感じですね。はい、ということで餌をあげていきます。それを落としてしまいました。水濡らしたんでもう直接あげていきます。餌をねだっている感じになってますのであげます。エビをあげようかなと思います。はい、カメ君がやってきましたよという感じですね。今日はとりあえずエビだけでいいかなと。でも多分後で電気がすぐ消えると思いますんで、真っ暗闇で食べてくださいという感じですね。はい、ということで、今日は以上かなと思います。言うの忘れてました。9月30日夜の10時50分ですね。はい、ということで、また次回ということです。おはようございます。今日は10月1日で、朝の8時39分に撮っております。
結構珍しくですね、この石の下にさかなクンたちもカメくんたちも全員隠れているみたいです。で、水温は多分手で触った感じこっち26度だと思うんですね。じゃあ水温計が1個しかないんでこっちはもう26度ということで、で、だるま龍金の方の水温計が21度になっています。結構冷たいなと思いました。やっぱり秋の朝という感じですね。外は天気ですごく清々しくていい感じですね。で、コメット水泡岩の方もちゃんと元気してますよと。で、今日は土曜日なんで、見つかりをしていこうかなと思います。またあとやることもまあそこそこありますが、とりあえずちょっと一旦ですね、金魚水槽出来上がりましたということなんで、これまでの総括をしたりとか、あとやることをちょっと確認したりしながら、今日やることを考えてからいろいろやっていこうかなと思っているところですね。まあでも基本的にはもうやることはそこまでなくて、まあ棚とかを片付けたりとかそういうのを、まあ、メインでやろうかなと思っています。あと水質もちょっと検査したいなということで、今日は土曜日なんですけど、休日をじっくり楽しんでいこうかなというところですね。カメちゃんたちが全然出てこないですね。まあ、とりあえずそういうことで今日スタートしてまいります。今は12時42分なんですけど、カメちゃんはですねいつもこうやって直射日光に直接当たりに来るんですよね。顔とかは、まあ、帽子みたいなものはないので顔とかにも思いっきり直射日光が長時間浴びてると思うんですけど、まあ、大丈夫な構造なんでしょうね。まあ、こうしてみるとですね、亀の背骨、背中っていうのはその背骨からそのまんま甲羅が、まあ、ひっついているというか、まあ、成長しているっていう、まあ、そういう構造なので、よく見るとこう亀の甲羅の真ん中のところがもう本当背骨の、形がしっかり見えるんですよね。亀は本当卵の時点で甲羅を背中に背負っていますので、非常に不思議な生き物だなと思います。うん、まあ可愛いんですけどね、非常に可愛くていいかなと思います。まあ、水の方もですねどうもかなり安定しているかなと思いますし、まあとにかく泡がですね全くなくなってしまったわけじゃないですけど、かなり妙な泡はなくなってきましたね。で、下側もですねやっぱり流れを作ったので、ちょっと波が表面に生まれているのかなと思ったところです。うん、あとまあコメットと水泡岩の方がですねかなりずっとそこの方に沈んでおとなしくしてるんですけど、まあそんなもんなんでしょうね。基本的に水泡岩の2匹はもう結構前からですねこうそこの方にペタッとひっついてることが非常に多いかなと思います。まあそういうことでとりあえずちょっと飯を食ってちょっとゆっくりしてから作業を開始していこうかなと思います。あとカメちゃんがちょうど日向ぼっこをしてるんでいいなと思いました。なんかこう日光っていうのはなんかこうビタミンをなんか促進してくれとか供給してくれとかなんかそんなあれもあるみたいですから、まあ、人間にしてもですねカメちゃんにしても、まあ、そういう太陽光っていうのがやっぱり生活に非常に大事欠かせないものかなというのを、思いましたよということです。はい、ということで以上です。はい、ということで今から蓋の方を作っていこうかなと思います。まずこの棒をですねカットして、で蓋のこちらの緑の網をですね横にこう左右に棒をかけるような感じで、貼っていきます。そしてこういう留め具をですね買ってきましたので、プランとなるような形で、こう 上にガッとこう支えるようなそういう機構をですね作っていこうかなと思います。で、あとはですねカットして、で、これをですねビス止めして、で蓋を作るという感じでやっていきたいと思います。
と今指を怪我しました。ちょっと5ミリぐらいの傷が入ってしまったんでかなり痛いですけど、まあ、気をつけてやっていきたいと思います。ちょっと痛いです。この手のプランとなるやつはですね、ちゃんと固定しないと本当に危ないなと思いました。指は切断するところでした。はい、たったこれだけの小さな穴を1個開けるのにですね、まあちょっと今手を打ったりとか指を切ったりとか本当に危ないなと思いました。もうやっぱり回転するやつっていうのは本当に危険なんですよね。回転するとその回転するのって結構力がかかりやすいので、その回転の力っていうのが結構まあ、人体に与えるその、まあ、力っていうにしてはですね、まあ、簡単に許容範囲を超えてしまうというか、まあ、この、まあ、ネジでこのインパクトでぐるっと回した時の回転っていうのはもう本当に簡単に人の体をですねちぎったりとか、まあ、傷つけたりとか平気でするので本当に危ないなと思います。まあ、そういう危機感とか危機管理っていうのは本当に自分が考えている以上のことが起こるっていうことをちゃんと想定しないと簡単に怪我をしたりとか取り返しのつかないことになったりするなというのをちょっと、思います。まあ、それを思いながらですね作業を進めて、で亀くんたちの、ハウスを作るのに自分の体を壊したら何にもならないので、まあ、そういうことをやっぱ考えていかなきゃいけないなと思いながらやっていきました。でまだまだそういう危険な作業続きますので、頑張っていきたいと思います。
はい、ということでちょっと手を怪我しながらもなんとか作り上げることができました。今時刻4時14分なので、まあ、夕方前になんとかできたという感じですね。でこれはですね割と取り外しはしやすくて、つけやすいかなと思ってたんですけど、あんまつけやすくはないかなという感じにちょっと仕上がっているかなと思います。ちょっと一回やってみます。これを外して、あ、こういう形で取り外すことができます。収納するときもこれを丸めれば、まあ、割とすっきり収納することができるかなという感じです。でつけるときはどうかというと、まあ、取り付けもそんなに苦戦はしないかなという感じですね。だからまあ仕事に行ってる間これで一応亀くんたちを保護してくれるという感じですね。まあ一応これで蓋は完成と。でこちら側をもう一個作ろうかなとは思うんですけどね。このあたりはまたちょっと考えていこうかなというところですね。はい、ということで一応工事自体はこれで今日は終わりということになります。日曜日ももう間もなく終わります。でちょっとゆっくりしようかなと今のところ思っておりますので、ちょっとゆっくりしようかなと思います。まあまあ一応蓋が完成しましたというところですね。